こんにちは。本日は SV シーズニングでささっとフランスの食卓を作っていきます。まずは鶏もも肉1枚の厚さを均一にしていきます。ひっくり返して皮目の方にフォークなどで穴を開けていきましょう。次に SV シーズニングローズマリーを表面にまんべんなくまぶしていきます。サラダ油大さじ1をフライパンに敷いて、鶏もも肉を片面5分ずつ中火で焼いていきます。こちらでローズマリーチキンの完成です。フライパンでたった10分です。ラタトゥイユを作っていきます。ナスは輪切りにしていきましょう。次にズッキーニ1分の1を輪切りにしていきます。さらにパプリカ1個分、こちらは適当な大きさに切っていきます。玉ねぎ1/2、3センチ程度の角切りにしていきましょう。そしたらフライパンを用意して、オリーブオイル大さじ2を加えたら、そこに先ほど切った野菜を加えていきます。よく炒めていきましょう。だいたい炒まったところでトマト缶1/2個を入れて、 SB シーズニングラタトゥイユ1袋を入れていきます。蓋をして弱火で10分煮込んだら完成です。こちらはフライパンでたったの15分でできます。シーズニングだけでささっとフレンチの味わいを楽しんでください。 Thanks for watching. Bye bye.